はい、お疲れ様です。今日はですね、朝から外の仕事、ヘアメイクの仕事があって、もう6時からね仕事してきたんですけど、なんで終わりが早くて、今夕方4時とかなんですけど、もう帰宅したんで、ちょっとね動画撮ろうかなと思いまして、スーパーに行ってきました。今日はですね、もう仕事中からもう肉が食べたくて、肉好きとしてはもう肉食べる動画を出さなきゃいけないなと思ってまして、今日ね焼いていきます。で、しっかり買ってきました。アメリカ牛肩ロースステーキ 473g で799円ってめっちゃ安くないですか。この荒々しいアメリカ牛肉が僕は好きなんで買ってきましたよ。あとね、健康がね今年のテーマなんで、アスパラ、付け合わせのポテト、ポテトは楽しましょう。これであとね、スーパー行ったら皆さん必ず買うと思うんですけど、たけのこの里しっかりゲットしてきました。よし、じゃあ早速クッキングしていきたいと思います。よし、やっていきましょうかね。よし、やっていきます。って言ってもね、ステーキなんていうのはね、焼いて食べたらいいんですよ。もういろんなね美味しい焼き方とかねあると思うんですけどね、ちょっとなんか筋とかね切ったらいいんでしょ。これ筋をこう切って巻きましょう。塩、岩塩、岩塩です。あとね、これかな、サンタフェステーキスパイスって書いてあるんですけど、これあるといいですよ。カルディとかで売ってるんですけど、これだけで OK です。これかけるだけでお店のステーキの味です。バター、バター投入して、結構あるな。アスパラ、あれそんな食べない。すごい、ちょっとでかすぎたかも。 480g だっけ。食べれるかな。そうね、ポテトねちょっと炒めましょう。アスパラ炒めます。一緒に、ごめん、やばい。ちょっと多いな。で、ソースを作る技術なんてないので、ステーキ醤油です。これが最高です。うえパセリ、えい、
完成です。最高ですね。美味しそう、美味しそう。よっしゃ、じゃあいただきます。よし、飲み物はアップルタイザーです。うん、うわ、これ上がりますね。仕事終わりの夕方からのステーキ。アスパラうまい。アスパラうまい。皆さん普段ステーキって何グラム食べます？480g って結構あるでしょうね。ちなみに僕いきなりステーキのゴールド会員だったんですけど、もう行かなくなっちゃいましたね。基本的に肉食なんで肉ばっか食べてるんですけど、本当に週4ぐらいでいきなりステーキ通ってる時期は、なんか逆に痩せちゃって、赤身肉だけ食べてたせいかなんでやめました。やっぱね、いろんなものをねバランスよく食べないといけないですね。東京は緊急事態宣言が伸びたというか、マンボウみたいなね、まん延防止みたいなのが始まって、また夜ね、外食できなくなったのでね、そうやって家で肉を焼くっていう機会も増えるんですかね。ステーキはまだしも、焼肉はみんなで夜ワイワイして食べたいんですよね。早くね、みんなで焼肉食べれる日が来るといいんですけどね。ちょっと食べながら喋るっていう下品なあれで申し訳ないんですけど、許してくださいね。ちょっとしばらくちょっと無言で食べます。食べ進めていきたいと思います。いやー、マジで地獄でした。というわけでね、ちょっと何しようかなと思ったんですけど、インスタでね、ちょっとトークのネタを募集しようと思います。ちょっとね、お茶入れてる間にそれを集めて、ダラダラとちょっとおしゃべりしようかなと思います。よし、お疲れ様でした。誰か片付けやってくんないかな。で、食後はコーヒーなんですけど、今日はね早く寝たいんでコーヒーやめて、カフェインレスの紅茶にします。これこの間いただいたんですけど、マリアージュフレールっていうねところの紅茶です。これルージュメティス、ルイボスティーに柑橘、フルーツ、スパイス、果実、花の香りをつけたブレンドティーということでね、こちらを飲んでリラックスしたいと思います。今ね、このトークのネタをくださいって送ったんですけど、開いてみると一発目に料理ですねって来てます。素晴らしい。今ねしてきたんで、ぜひ見てください。結構来てますね。ありがたい、ありがとうございます。下からいきますか。美容師と YouTube の両立についてのリアル。これはあれですね、両方が仕事だとしたらめっちゃきついですね。まあ、美容師でも美容師 YouTube やってる方の方がもちろん多いんで、そういう場合はね、美容師という仕事の延長だと思うんですけど、僕の場合は全く別で切り離してるので、なんとも言えないですね。楽しいです。楽しくやってます。基本的にはやりたいことをやって生きていくので、今やりたいことっていうのは自分の頭の中にあったものとかをね、具現化していくっていうか、実現化させていくっていうのが今楽しいんで、東京スローライフと銘打っといてなんなんですけど、結構今は走りたい時期という感じですね。自分の中でも近い目標っていうかがあるとしたら、もう雑貨屋やりたいんですよね。雑貨屋ずっとやりたくて、現実的には厳しいんで、
まあ、今あの T シャツとかスウェットとか作ってたりするんですけど、それをね、あの雑貨屋っていう名前でね、あの印刷作ってやってるんですけど、いつか実店舗にしたいなっていう気持ちでやってますので、ちょっと話ずれたんですけど、まあ、全てのこと、美容師と YouTube に限らず両立してね、やっていきたいなと思います。楽しいことをどんどん捕まえていくって感じでやってます。好きな映画紹介パート1。好きな映画紹介ね、これね、あのちょっとタイムリーなんですけど、よいしょ、これね、あのこの間あの正月に実家帰った時に、20代の前半の時に見てた DVD がねあったんで、これなんか何かのタイミングで話そうかなと思ってて持ってきたんですよ。こういうの見てたなと思って、これとかね、ピント合うかな、スナッチ。これあのレン君との動画の時に、映画の話になった時に言ってた映画ですね、スナッチ。ちょっとね、これ多分話すと一本丸々使っちゃうんで、とにかくでも20代前半の時はもうほんと映画を見まくりました。なんか見た方がいい映画100選から、すごいコアなものから見て、インプットインプットインプットしてて、今はなんか逆にもうそんな見ないですね。なんか難しいものとかも見なくなって、映画は娯楽で、結構もうあの SF とかね、あの何も考えず見れるものとして捉えてます。若い時は逆に何かこうそこから得ようかなっていうところでいろんな作品に手出したんですけど、なんだろうなとかね、ダウンバイロー、ジム・ジャームッシュ監督の作品は全部見て、ここにあるかな、もう映画通だって思われたくて見た映画ですね。もう本当に20代前半に好きな映画何って聞かれた時に、あ、ジム・ジャームッシュが大体見てるよみたいな、イキリのために頑張って見たんですけど、中でもジャケットで一番好きな、ジャケットの話になったらあれなんですけど、また違うんですけど、パーマネントバケーションって、ここちょっとないんですけどっていう映画のね、ポスターなんかはね、すっごいかっこいいですよ。パッて見てくと、パッて見てきますか。バッファロー、ドクターンですね、パルプフィクション、こんなんとか、こうなんとか、マイプライベートだ、マイプライベートアイダホね。みんな、僕らの世代とかもトレインスポッティングはもうファッションとか音楽とかの影響はねバチバチ受けてますからね。勝手に仕上がる、 This is England、 What's up Rockers。 あとは一番好きなアニメとかに詳しくないんですけど、カウボーイビバップに関してはもう死ぬほど見てます。この音楽と映像と、もう中に出てくる男たちのハードボイルドさというか、男臭さをね、かっこいい男の優しさを学んだアニメですね。とかね、とかです。これはまた後日にしましょう。もうなんか長くなっちゃうんでね、ちょっとだけ話しました。いきましょう。ルイさんのせいでヴィンテージデニム買っちゃいました、おめでとうございます。もう抜け出せないですね。あのデニムを集めてる人はみんな資産価値だからとかね言ってね、騙しながら買ってますけど、まあ値段ね上がったりするんでね、ごまかして買いましょう。次、何かないかな。結構料理動画のコメント多いですね。興奮して夜しか眠れませんってネタ最近ハマってます。めっちゃ面白いな。センス。次、いろいろやってますが寝る時間あるんですか。そう、俺もよく周りから聞かれるんですけど、寝てんのって言われるんですけど、寝てます。なんで僕的にはまだまだ寝れる時間があるんで、忙しいとは思ってないんですよ。まあね、逆にしっかり寝るようにしてます、ある意味。寝ないとやっぱね、仕事できないですから、いい仕事するためにはいい睡眠ということでやってますね。今ちょっといい機会なんで、今 PR やっていいですか。今ね、ちょっと持ってきますね。よいしょ。これね、ブレインスリープピローっていう枕をね、今
提供してもらって2週間ぐらい使ってるんですけど、ライジンに出てた堀口選手の動画で知ってたんですけど、これをねちょっと紹介させてください。スタンフォード式最高の睡眠っていう本があるんですけど、睡眠研究の第一人者である西野教授によって生み出された睡眠研究の集大成とも言える枕だっていうねものなんですけど、これね今使ってて、睡眠の眠り始めの最初の90分の質を高めるために開発されてるみたいでね、これびっくりしますよ。僕最初びっくりしたんですけど、なんかこんななんですよ。これわかります？見えるかな？初めて見ました、枕でこの形状みたいなのは。でね、これがね、通気性によって脳を冷やす、そう、脳を、まあ、頭寒足熱って昔からよく言うあれの理論だと思うんですけど、頭を冷やして寝やすくするんですかね。でこれね、そのまま水洗いできるそうです。で今ね、わかるかな、2週間ぐらい使ってるんで、ちょっと頭のとここうへこんでるんですけど、自分の頭の形に合ってくるっていうことなんだと思うんですけど、ぴったりフィットしてるんですよ。で、まあ、最初使った時からね、結構今までの枕と全然違うから違和感あるかなと思ったんですけど、違和感なかったんですよ。僕としては違和感ないことがまずすごかったんですよ。枕があると寝れないんで、それがまずすごいという感じですかね。ね、サイズはいろいろあるんですけどね、これはスタンダードっていうサイズで、個人的にこれもね嬉しかったのが、このこっち側とこっち側で高さが違うんですよ。こっちがちょっと低いんですけど、まあ調整できると、好きな方でね寝れると、低いのが好きな人はこっちみたいなね、その辺も優しさでできてるって感じですね。あとね、個人的な嬉しかったポイントはこのカバーなんですけど、これねオーガニックなもので、こう気なりなんですよ。でね、僕のベッドのカバー、無印のねあのやつなんですけど、気なりのやつ、それにねバッシリ合うんで、そう、そこはね、正直ね、そこの色とかが合わなかったらね、使えないなと思ってたんですよ。そう、やっぱねインテリアですからね、枕も。でそこもクリアしてて、結構ねいろんな色あったんで、どの家にも合いやすいかなっていう感じですね。そう、結構 YouTube とかでも著名な方がね紹介してるんで、まあ、安心感あるかなと思います。僕もなんかホリエモンさんとか、あと誰だったかな、まあいろんな人が紹介してますんで安心かなと思います。まあ睡眠時間ねしっかり取れない時もあるので、とにかく質はね高めたいっていうのはね常日頃思ってたので、寝た後ちょいちょい起きちゃったりね、眠りが浅いっていうんですか、そういう感じはちょいちょいあったのですけど、最近気づけば起きてないなっていうところで、まあ、ぐっすり眠れてるのかなっていうところがあるので、この枕のおかげでしょう。他に何か変えたことないんでね、しっかり効果が出てるんだと思います。なので、まあ、睡眠のね質を高めたいよなんていう方はぜひチェックしてみてください。ネタではないですが、カーペンターの消毒発売しないですかこれね、これもちょっと見せたいんですけど、ね、消毒っていうのはね、これなんですけど、よいしょ、これね、サンデーカーペンターのおじさんのステッカーが貼ってる消毒液なんですけど、あとね、これも見せたいんですけど、よいしょ、ワッシャーがもうサンデーカーペンターのパッケージ化されてるんですけど、これね、僕の、本業の方のお客さんで、昔からね趣味の話をずっとしてる人なんですけど、まあ、プロなんですよね、デザインの。なんでこういうねおふざけでね作ってるんですよ。作ってね持ってきてくれるんですよ。でね、もう一番の理解者というか、パッケージデザインとかね、ねおふざけで作ってインスタに載せたら、これね、いつ発売するんですかみたいになったんですけど、これは発売は今のところする予定ないんですけど、アッシャーとか特にね、ちょっとこういうのもね、でも作って遊んでいきたいなと思ってるんで、今後ね、できるかもしれないです。商品化。ね。ちょっとね、そんないらないでしょみたいなものもどんどんね、作っていきたいんですよ。そんぐらいですかね。だいぶいただいて助かりましたね。ですね。ちょっと、どうしようかなと。なんかいろいろ、やろうかなと思ってたんですけど、今日はもう寝てもいいですかね。うん。ちょっともう今日は寝ましょう。皆さんも寝ましょう、早く。たまにはね、早く寝て、
早く起きて朝ごはん食べるっていう生活もいいかもしれないですね。どんな締めなんですかね。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。すいません、また。